一、はい、番、山田快晴君、はいえ。会派申請の山田善晴です。令和5年6月定例会におきまして、通告に従い、一問一答形式にて質問させていただきますので、よろしくお願いいたします。今回は農業に関して、とりわけ担い手の育成確保という課題に対してお伺いいたします。 小矢部市では、これまで農地の集積が進み、スマート農業機械の導入も行われてきていますが、今、一番の問題は、農業をやる人がいない、圧倒的にマンパワーが不足しているということではないでしょうか。農業の担い手問題につきましては、これまで,のこれまでにも、ここ数年、何人もの先輩議員の方々が質問されてきているところであります。 また昨年の十二月定例会におきましても、私も農業に関連して質問させていただきましたが、島議員が親父市の農業振興についてしっかりと質問しております。そしてその中でも農業後継者の育成の課題を取り上げています。それに対しまして市当局からは、農業者の高齢化、高齢化から各経営体において後継者不足,者不足となっており、 組織を維持するための人材確保についても大変厳しい状況にあると認識していること、そして関係機関と連携を図り、人材確保に努めるというふうに回答を得ています。そこで今回は、再度、農業の担い手の育成確保ということに絞って質問をさせていただきます。それは、農業の、農業従事者の高齢化、後継者不足等については、 以前から何度も指摘されてきているところでありますが、今まさに喫緊の課題として、早急に解決に向けて取り組むべきときに来ていると思うからであります。先月の26日に JA 稲葉の通常相談会が開催され、そのときの質疑,質疑応答の中でこんな意見が出ました。現在は何とか農業をしているが、みんな高齢化してきていて、 現場は大変疲弊している。5年、10年後を考えた場合、とても農業をしていける状況にはない。これからどうしてばいいのでしょうか。と、そういった意見であります。以前からよく聞こえてくる多くの方々が抱えている悩みであります。ですから、もう今は危機的な状況にあると言えます。そこで、今こそ本当に腰を据えて農業の担い手問題の解決に向けて、 スピード感を持って、具体的な歩みを進めるときであると考えます。そこで、まず担い手育成確保の対策として、親部氏及び関係機関の取り組みの状況につきまして、お聞きいたします。よろしくお願いします。産業建設部長、笹本克也君。 農業担い手の育成確保についての取り組みについてのご質問であります。議員ご指摘のとおり、わが国全体の人口はかつてない高齢化、人口減少の局面にあり、農業就業者数の数が引き続き減少すると見込まれている中、将来にわたって持続可能な農業を実現し、農業経営を強化していくためには、 農業労働力とととななる担い手の育成と確保がますまますすす重要となっております本市におきましてはこれまでに JA 稲葉や小矢部市農業組織協議会などで構成される小矢部市担い手育成総合支援協議会が農業委員会や県の農林水産公社農業会議と連携し収納啓発や募集 新規収納相談の実施によりり希望者をを発掘ししへ導く制度などを活用ててきておりま,すまた、関係機関が実施しております、基本的な知識や実践的な技術を習得する富山農業未来カレッジ事業の PR や富山収納ナビにおいて、幅広く新規収納者を含む担い手の育成と確保に努めているところであります。 1> 1番こういった、えー、取り組みをあ、そういった取り組みをこれまでなされてきているところでありますが、えー、さらに具体的なあ取り組みについて、えー、お話をお聞きしたいというふうに思っております。それであの、12月の定例会で回答のありました、首都農地プランのことからあお聞きしていきたいというふうに思います。えー 12月定例会での質問の時の当時、部長は、令和6年度中に新たに各集落の地域計画の作成が必要となっていることから、今後、座談会などの場において、組織にとって最善の方策を関係者と協議していきたいと考えていると答弁されています。えー、冬の間ははは農期でであり冬季座談会や添削会や議または各営農組織では 総会等が開催され、協議する機会はいろいろあったと思いますが、その後の取り組み状況についてお尋ねいたします産業建設部長、笹本克也君。はい、本のののの人のうちプランの取り組み状況についてのご質問です地域における農業の将来の在り,方など在,在り方などを明確化する人のうちプランにつきましては、令和5年1月以降に開催された。 集落ごとの登記座談会において農業委員会と連携して工作者ごとに農地を色分けした地図を配布し地域で話し合いを行ってもらったところですまたこの話し合いの場が地域における将来の農地の担い手の有無や農地の集積や集約化に向けた課題などを共有する機会になったものと考えております 一番山田芳生君、はい、ありがとうございますですみません、再質問ですが、そういった集落での話し合い、えー、市内ではどれくらいのお範囲というか、進捗状況はどのような具合になってますでしょうか、分かります産業建設部長、笹本勝也君、はいあの。今ほどの,あの、えー、地域、えーちえー、人のうちプラン。 のベースはもうすでに各地区で周知をされて、認識をしていただいていると思っておりますが、そこから一歩進化した形の地域計画についての前段階の状態であるというふうに認識しております一番、山田義治君、はい。ありがとうございますなんとかそういったベースになるような地図でありますとか、資料を提供されていると思いますが、 本当にそれをさらに進んで、えー、本当に地区で話し合い、具体的な話をしていくという、えー、段階に、ぜひとも早く進ん,でいきたいな進んでいきたいというふうに思います。それで、先ほど紹介しました JA 稲葉の総大会での担い手の、そういった対策についての質疑を受けまして、JA 稲葉から営農組織の先住者がいるかどうかという資料をいただきまして、その組織の数を数えてみました。 でまず JA 稲葉で把握している親部市管内の営農組織の数は84組織、その中で認定農業者などで従業員がいるという組織が24組織、残りの60組織はほとんどが就労あ集落営農組織でありますが、先住者が1人でもいるという組織の数は、その中でわずか9組織でありました。 まあ、集落へのはそれぞれのやり方がございまして、一概に先住者がいないからダメというものではございませんが、まあ、思いのほか少ないかなというふうに感じた次第であります。まあ、先住者がいないということは、そういった多くの集落への組織は、そこに住む構成員が何とかこう力を合わせて農作業を行って、そして、 本当に代々引き継いできたその農地を何とか守っていくというのが実情ではないかなというふうに思います。まあ、多くの集落園のがそういうことで農作業を行っているというそういう実態にあるわけですが農林水産省によりますと農業経営基盤強化促進法が改正されましてこれまでは 地域農業の将来の在り方を人農地プランとしてまとめられてきていましたが、それに加えて、目標地図を作成して、地域計画という形で策定する必要が出てきました。その地域計画の策定のためには、地域での話し合いの場を設けて、幅広い関係者を集めた中で、地域農業の将来の在り方を検討しなければならないというふうに思いますが、 親部市の今後の取り組みをお尋ねいたします今ほど言いましたように、この本当に高齢者不足で、えー、農地を集約して、そういった地図も作ってみて、えー、どの組織がどれだけの面積を請け負って、どれだけ今後、受け終えるかというようなことで、えー、計画も立てていると思いますけれども、それを本当にこの5年後、10年後、 どうやってやっていくかというそういう計画を立てる作業は本当に大変な作業だと思います。え場合によっては、えー、本当に若い人がどういうふうに考えているかということのアンケートを取ったり、えー、または農業者以外の人もこの地域での農業をどういうふうに思っているかという、えー、農業に携わらない人の意見も聞くというようなことも必要になってくるだろうというふうに思います。でですので、えー、今後具体的に 誰がいつ、そういった意見をまとめて、どうやって今後の協議・検討を進めていくのかというところ、具体的な話をお聞きしたいと思いますので、えー、そういった具体的な答弁をお願いしたいと思います産業建設部長、笹本克也君。地域計画策定に向けたあの本市の具体的な取り組みについてのご質問です。えー、議員ご指摘のように 農業経営基盤強化促進法の改正により、首都農地プランが法定化され、本市を含む農業経営基盤強化促進基本構想を策定した市町村は、今後10年間の目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する地域計画を令和6年度末までに策定することが必要となりました。本市における地域計画の策定の取り組みにつきましては、 すでに作成済みの人の農ちプランの内容や、その話し合いの場を基本として、県農業委員会、JA 稲葉をはじめとした各関係機関が役割を分担し、下記の集落座談会などの機会を活用することを想定し、将来の目標地図の作成に向けて準備しているところであります。 1> 1番山田芳春君えっと、再質問になりますが、今言われました、そういうふうに、えー、関係機関が集まって、今後お、話し合いをしていくという準備というふうに言われましたけれども、あと具体的に、えー、例えばそれを各集落なり、各営農組織に落とし込んで、えー、いつまでにどういった内容の話をするとか、なんかその、 スケジュール的なものはございますでしょうか産業建設部長、笹本勝也君。はい あの今のこの計画を定めていく上では各地区いろいろとあの条件なりあの経営状況なり経営規模が違った集落がそれぞれございますのであのその集落に応じて最終的には令和6年度までにもあの6年度末の全体的な作成に間に合うような形で進めていく必要があると思ってますので、え。っと どこの地区がいつまでかというのは、それぞれの地区ごとに調整していく必要があるというふうに思ってますので、今、あの全体の話ではちょっとできないかなというふうに思ってます1番、山田義春君、はい。ありがとうございます。まあ、6年度末ということで、大きな区切りはあろうかと思いますが、えー、そこに至るまでに各集落で、えー、話をまず落としてで、集落でまとめて、それをまた、あ 取りまとめるということになると、相当な日数がかかるというふうに思いますので、言われましたように、各集落、その地域ごとでえ進み方は違うだろうとは思いますが、それぞれの地区において、途中途中の区切りの日にちを決められまして、きちんと大雑把な何年度末という、 計画にに加えて、えー、さらに細かいいスケジュールを落とし込んでいただきたいといいとうに思います多分そうしないとなかなか前には進まないだろうと思いますので、よろしくお願いいたします。それで、えー、実は、えー、担い手不足という問題は、何も農業分野に限ったことではなくて、建築、土木やドライバー、または介護分野など、多くの業種で人手不足が言われております。 農業の担い手問題もそういった他の企業と一緒に考える必要もあろうかなというふうに思います。そこで参考となりますのがお隣の都並市の取り組みであります。都並市では昨年9月に都並産業フェアパワー博2022が開催されています。この時のテーマは人を結び未来を創造するというパワー博というものが開催されておりますが これはトナミス産業の元気を内外に発信するため、多くの企業がブー,ス出展あブース出展を行ったり、自社製品やサービスを紹介されているというイベントでございます。このような取り組みを小矢部市でも実施して、JA をはじめとして、多くの農業経営体がそういった場に参加すればいいかなというふうに思いますが、えー、いかがでしょうか。 そう、そうすることによって、企業間で交流連携が生まれ、新たなビジネス。そして、将来への夢が生まれる機会となるのではないかというふうに思います。小矢部市の考えをお聞きいたします。産業建設部長笹本克也君。え、はい、産業フェアへの、フェアの開催に関するご提案であります。本市における産業振興や。 産業を元気にするイベントとししましては農林業に特化した農業祭、また昨年10月、一般社団法人親部青年会議所が創立50周年記念事業として開催した職業体験イベント、ジョブフェスタ in 親部メモリアル50などが挙げられると思います。ご紹介の産業フェアにつきましては、地元企業の PR の場であり、 ビジネスの活性化のみならず地元企業の人材派遣やふるさと教育の面においても有効であると考えておりますが開催に当たってはすでに市内で実施されている各種イベントとの連携や調整が必要になるものと考えておりますまずは農業者や農業団体市商工会や企業協会など関係者関係機関のニーズや 実現の可能性なども確認いた,いたしまして、その上で、砺波市や魚津市など、県内で開催されている産業フェアなど、参考に、産業フェアなどを参考に検討していきたいと考えております一番、山田芳原君はい、ありがとうございます、えーまあ。関係機関の調整が必要ですので、まあ、ぜひとも実現に向けて、えー、ご努力をいただきたいというふうに思います。 では続きまして、農業の担い手の育成について、まあ、あらゆる手段を講じていただきたいという思いがございまして、それに対していくつか述べさせていただきたいと思います。まずは、小矢部園芸高校への働きかけでございます。園芸高校の学校要覧を見てみますと、県内企業の就職先が掲載されておりまして、 当然、まあ、JA でありますとか、農業形態があるわけでございますが、例えば、親矢部市で言えば、有限会社、高安さんも記載されているところであります。まあ、そういうふうにもっと農業分野に就職して,いただしてもらえるよう、高校に対しても何らかの手立てをすべきというふうに考えますが、見解をお尋ねいたします産業建設部長、笹本克也君。 親辺園芸高校への働きかけにつきましては、昨年10月に同校で開催されました、生徒や保護者などを対象とした卒業後の進路選択の幅を広げることを目的とした説明会において、富山県の農業への理解と新規就農にかかる説明と合わせて、県内の就農に向けた支援体系や、さまざまな取り組みについての説明が実施されており、 ここの説明会には本市からも職員が出席したところであります今後もこうした機会を捉えて、収納に関する情報を提供するなど、市内での収納を促す取り組みを実施してまいりたいと考えております一番、山田善春君え。ぜひともよろしくお願いしたいと思います。えーあの 若い農業者になった方のちょっと話を聞いたりしておりますと、やはり同じ仲間がたくさんいればいいなというふうに思います。だんだん農作業も効率化されてまして、機械化されてますので、少ない人数で農作業はできるんでありますが、やはり一緒に農業をする仲間が欲しいというような意見も。 聞いておりますので、やはりそういった高校生にも農業の魅力を伝えていただければと、で仲間を増やしていける手,だか手がかりになればいいかなと思いますので、よろしくお願いします。で、また、さらに年齢を下げますが、えー、保育所やこども園の園児、そして小中学校の児童・生徒に対して、 花や野菜を植えたり、田植えをしたり、また秋になれば収穫体験をしたり、取り立ての野菜を調理したりして、自分たちが育てえた野菜を味わうというような取り組みなどをしていることは、本当に大切なことで、子どもたちにとっていい体験だというふうに思っております。 えーまあ、そういった取り組みは全国各地で行われておりますが、中には、えー、農業は魅力があって、夢のある職業であるということを、そういった子どもたちにしっかりと伝えているところもあるというふうに聞いております。えー、で、小籔市の場合はあ、そういった職業の、農業を職業としての魅力を伝えきれているのかどうか、お尋ねいたします民生部長、野澤博一君。 保育所こども園では、毎年、さつまいもの苗植,え苗植えと収穫、畑での野菜作り、花植え等を実施しており、園児たちにとっても馴染み深い行事となっております。議員ご指摘のとおり、子どもたちが栽培、収穫、調理等の体験を通して、自分たちが育てた作物に触れる体験は、味覚や触覚などの五感を働かせ、 感性を伸ばすす良い機会であると考えております楽,しい記憶あ楽しい経験が記憶に残り、食や農業の面白さに気づくことにより、農業が将来の職業選択の一つにつながるものと考えております教育委員会事務局長、野澤正幸君。 本市におきましては、小学校では学校農園での栽培、収穫体験を通して、自ら食物を育てる喜びや命の大切さを感じる体験活動を行っております。また、コロナ禍前は生産者と語る会といたしまして、給食の時間に生産者へ感謝の気持ちを伝える会食を行っていたところであり、今日、平時に戻りつつあることからですね、 今後のの予定についいてて生産者の方々と相談させていただ、きたたいと考えておりますます中学校ではキャリア教育の一環として実施している社会に学ぶ14歳の挑戦において、各校数名が JA、稲葉などの市内の農業団体で職場体験活動を行っております。自分の進路について考え始める思春期のキャリア教育は、職業としての 農業に触れる大変有意な大変有意義な機会であると考えております。引き続きこのような体験活動を通して物を作り育てるという農業の魅力を配信してまいりたいと考えております。 1> 1番山田芳春君ありがとうございます、まあ、そういった体験を子どもたちにしてもらうというのは、本当に大切だと思います今で。今は本当に機械化が進みまして、子どもたちが農家に生まれたとしても、家の手伝いをするということもなくなりまして、田んぼに入ったこともないというような子どももいたわけでございますが、今、言われましたように、学校で田植えをしたり、 いろんなそういった行事を行うことによって、意識的に、そして子どもたちにある程度目的を持っていろんな体験をしたり、食、ま、育、あの一環としていろんなことを教えていくということも大切だと思いますので、今後とも引き続きの取り組みとさらなる取り組みをお願いしたいというふうに思いますで次にに女性農業者の経営参画ついてであります。 私どもの営農組合におきましても、かってや育苗や,や苗箱洗いなどの作業も女性が携わっておりましたが、機械化や作業の効率を求める中で、いつしか女性の姿はなくなり、現在は男性だけで運営しております。しかし、市内でも女性が活躍している営農組織もありますし、県内では女性が組織の代表を務めていると、そういった形態も出てきております。 親籔でも頑張っている女性農業者がたくさんいらっしゃいますが、それらの方を支援して、さらに新規の女性農業者を増やすという取り組みを期待しておるわけでございますが、親籔市の今後の方向性をお聞かせください。産業業建設部長笹本克也君、はい、女性農業者のの経営参画についてのご質問です県です県は 富山県農産漁村女性活躍プランを策定し、農業に従事する女性の経営参画を推進するため、女性活躍の理解促進や、女性リーダーの育成に関する事業に取り組まれており、今月15日にも、企業や経営発展を目指す県内の女性農業者を対象とした、農村女性スキルアップ講座が開催されたところであります。 本市におきましても、j a 名 a や小矢部市農業組織協議会などで構成される担い手育成総合支援協議会が、女性の経営参画と経営基盤の強化を目的とした県の頑張る女性企業発展支援事業を活用し、女性農業者の事業活動への支援を行っており、今後もこれらの制度を流行に活用し、引き続き 支援を行ってまいりたいと考えております一番山田芳春君ありがとうございますとにかくそういった支援をお願いしたいと思います、えー、本当に女性の方々で本当に積極な方もたくさんいらっしゃいましていろんなイベントがあったら自分たちの作ったものをそこ行って一生懸命売りたいわというような方もいらっしゃいまして、えー なんかいろんなイベントがあれば、あの私らもそこに参画して、一緒に頑張りたいという方もいらっしゃるので、え本当に女性農業者の方々、そういった団体とか、連絡を密にしてやっていただきたいと思います。先日もあの市内でイベントがあったときに、そんなのを教えてくれたら、私たちそれに行って、一生懸命頑張ったかにというような話もお聞きしましたので、えーまあ、情報も密にしながらやっていただきたいと。 というふうに思いますはい、それでは、えー、次に農業の担い手に関連してでございますが親べし以外にも目を向けていきたいというふうに思います、えー、農業の多様な担い手を考えた場合市外県外から農業に携わりたい人や食と農に興味を持つ人を呼び込むことも重要であると考えます すぐには移住・定住につながらなくても、農繁期だけ、親部市に来て農産業をするというやり方など、多種多様な農業の在り方を特に都会向けに情報発信できると思われますが、親部市の取り組みについてお尋ねいたします。産業建設部長、笹本克也君。 食と農に関連した移住・定住の取り組みについて、まあ、農業の在り方の情報発信等についてのご質問です本市農。本市農業における都市との交流につきましては、平成元年度から j a 名 a と連携して、大阪の都市生活者による田植えや収穫体験、大阪市内の小売店舗において、本市農産物の販売を行う都市農村交流事業を行っており、これまでも、 都市に農業、農村の魅力を発信することで、本市の農産村への移住、定住も見据えた関係人口の創出に努めてきたところであります。また、農業の繁忙期に地域外の人材に農産業に従事してもらうなどの多様な農業の取り組みにつきましては、本市農業における人手不足解消の一つになり得るものとなり得るものであり、 その他の自治体、その他自治体における先進事例も参考にしながら、その仕組み作りにおける調査・検討を進めていく必要があるものと考えております一番、山田義春君。ありがとうございます。 あの再質問になりますが、その先進的な事例を調査研究ということでございましたが、具体的にいつ頃やるとか、どこへ行くとか、何かございますでしょうか産業建設部長、笹本克也君。 都市の,あの住民の方々との、えー、交流については、今、ベースとしては今の、今申し上げました大阪市内のお交流というものがあるかと思いますあの。それにまた付随した形で、えー、交流の可能性のあるところを、まあ、あのこの後も、えー、一緒にやってきております j、JA、e ナバとか、県とかとあの協議をしながら、情報収集にも努めながら、まあ、対応していきたいと思います。 一番山田芳春君はいいありがとうございます、まあ、あの大阪のパルコープとか、JA なばさんで、えー、元気塾ということでやっていただいておりますが、えー、どうもあのそれ以上の広がりがないような気がしますので、えーまあ、そういったこともありますけれども、それ以外にもいろんな手立てを考えていただきたいという思いでございますので、よろしくお願いいたします。えー、それで、えー、先日 富山県,の県内の移住者が昨年度892人で過去最多というニュースが流れました。で、親部市は何人かということで見ましたら、その時は、親部市は23人ということで、お聞きすると前年度より減少したということでございましたが、定住支援課の方にその原因をお聞きしましたら、 市としては助成金を活用した人数しか把握しておらず、その助成金の見直しの関係で、前年度より減ったということでございました。しかしながら、あの相談件数は増えているということで、えーまあ、移住希望者等が増加しているという、そういう傾向は今後も続くだろうというふうに思われます。えー <coughs> またあの、県内各地では農業に魅力を感じて移住したという人の声もよく聞くようになりました。そういう状況にあって、小矢部市も中山間地を抱えていると,ところではございますが他、えー、他の自治体の中では、逆にあえて山手の土地で農業を始める人、えー、はたまた山あいにお店を開くために移住している人おもいるというふうにお聞きしますし、まあ、全国を見渡せば、 農業振興のために地域おこし協力隊になって頑張るんだという人もいるというふうに聞いております。親部市の移住・定住支援策として、特に農業に特化した助成金などを検討してもいいと思いますが、いかがでございましょうか。と言いますのは、新規収納の場合、機械設備や土作りなど、初期投資も必要でございますし、販路を開拓しても安定するというまでには、日数が あえー、年数を要するわけでございますから、経費の補助でありますとか、月額一定額の給付金の支給でありますとか、いろいろ考えられると思いますが、小籔市の見解をお尋ねいたします産業建設部長、笹本克也君。はいえー、移住・定住支援策としての、まあ、農業に特化した助成制度等についてのご質問です。 新規就農をされる方に対する助成につきましては、県の農林水産公社において、農業研修に専念する就農希望者を対象に、就農に向けた研修資金として、年間最大150万円を最長2年間交付する、就農準備資金などの各種支援制度が用意されており、 おりますこれで移住定住定定者のの方も一定の要件を満たせば活用が可能でありますますた本市では今年度において地域おこし協力隊員の活動として農作業体験を行いながらその活動内容を情報発信する隊員を募集し7月1日から1人を採用する予定でありますが移住定住による新規就農につながるよう 県の,支援策を県の支援策を最大限活用しながら、その支援に努めてまいりたいと考えております。1番、山田よ君、はい君。ありがとうございました。今は、そういった農業公社の支援を活用するとか、いろいろございますが、 まああの私が思うに、資金の、資金的なことを言いますと、一つは、農業の場合は、いろんな自然の状況がありましたり、自然災害が発生したりして、なるべく据えない支援をお願いしたいというふうに思います。今ほど言われました、その150万円も2年間ということでございますが、 金額は少なくても、長い期間、なんか支援していただけるようなものが必要でないかなというふうに思いますし、それからもう一つは、資金面の助成も必要かなと思いますが、実は農業の場合、物的・人的支援も必要かなというふうに思います。お金が、お金も一つ、資金面の支援も必要かなと思いますが、 機械,機械の初期投資にお金がかかるのであれば、レンタルの方法がありますとか、また農作業が大変なときに、人的支援でなんかサポーター制でみんなで助けに行くとか、そういった他かから来る人に対しては資金面だけではなくて、物的人的な、そういった支援もまた考えていただきたいというふうに思いますので、またよろしくお願いいたします。それで そういったふうに市,市外、県外から、えーえー、魅力ある農業をおやべでやりたいというふうに思っていただくためにまた少し提案をしたいと思いますが1、えー、つは山間部の水のきれいなところで栽培するという有機栽培でありますとか自然栽培といった農業で今、食の安全に関する関心の高まりがありますので そういった、こういった今の状況の中で、特に都会に住む人などは、食、えー、の安全というふうに大変興味を持っておりますし、えー、やってみたいという方もいらっしゃると思いますので、そういった人を、水戸をまた呼び込めばいいのかなというふうに思います。また、あの他の,他の自治体のニュースを見ておりますと、えー、反応反 X という考え方がございますが、えー、親部でも先日 農業をやるために移住してきたわけではなかったけれども、住んでいるうちに農業がやりたくなったという人もいらっしゃるというふうに思いました。で他県の話を聞いておりますと、えー、本当にそのあえて反応,反応反 X ということを表に出して、新規就農者を農業専業の人だけではなくて、反応,反,応反 X で農業に取り組むと、そういった方にも支援の、 の対象を広げたとといいいうう自治体もあるというふうに聞いておりますます小矢部市でもそういった反応、反 X という考え方も取り入れてもいいのではないかなというふうに思いますしそういった自治体のホームページを見てみるとことさら農業をやってみたい方向けというようなページも設定されているので小矢部でも何かできることがあるのではないかなというふうに思います。ですからあの 一遍にあれもこれもではありませんけれども、少しずつ小矢部市の特徴を出した市内外の人を呼び込む取り組みができたらいいなと思いますので、そういったところのお考えをまたお聞きしたいというふうに思います産業建設部長、笹本勝也君。はい、市外、県外からの就農者の呼び込みについてのご質問です。 議員1つ目の提案にありました、都市部から地方へ移住し、有機農業などのさまざまな農業形態に興味を持たれる方が増えていることについては、報道などにより認識しているところであります。特に中山間地域では自然豊かな環境で農業ができる利点もあることから、農業による関係人口の増加に向けて、都市農村交流事業など、 機会を捉え、情報発信に努めてまいりたいと考えております。また、二つ目の提案にありました、反応反 X についてですが、これは農業と農業以外の仕事などを両立しようとする考え方を指すものであります。現在は農地法の改正によって、農地の権利取得にかかる加減面積要件が廃止され、農地を効率的かつ適切に利用する条件のもと、 農農業委員会の許可があれば農地を取得することとが可能となっておりますこれにより、農業に興味や意欲のある方が市内にある農地付き空き家へ移住し反反反、反応反 X を実現しやすくなっていることから、空き家に関する情報提供などについて、市全体で取り組んでまいりたいと考えております企画政策部長、吉田元博君。 収納希望者に向けた移住定住サイトによる情報発信についてのご質問であります首都圏で行われている移住部アにおきまして地方移住を考える要因として農村での収納を希望する相談者が一定数おられることからこうした方々に向けた移住定住サイトにおける情報発信は重要なことと考えております本市では収納を目的とした地域おこし協力隊員を募集し 7月1日から1人を採用する予定ですが、その任務として、収納活動や研修のみならず、農作業体験の状況や、農業の担い手の確保に向けた情報発信も任務としているところであります。こうした地域おこし協力隊員の活動を、移住・定住サイトにおいて発信するとともに、移住部屋においても相談者に対して直接発信できるものと考えております。 1>, 1番、山田芳春君今ほど7月1日から地域おこし協力隊員の方が来ていただけるということで、本当にそれも農業をやるということをいうふうにお聞きしましたので、本当に期待,すること期待をするところであります。本当にその方が本当に親日に長く定着されまして、市の農業振興に本当に尽力いただけることを願っておりますし、 また、私どもといいますか、皆さんとともにその方をしっかりと支援して、えー次の、次にもそういう方が来ていただけるような形になればいい,い,いかなというふうに思いますので、えー、よろしくお願いいたします。で、最後になりますが、そういったあ多様な担い手を増やすとともに、作物栽培についてもな、いろいろな可能性にチャレンジすべきではないかなというふうに思います。 で例えば薬用植物の栽培であります。市内でも薬用作物に取り組んできた例はございますが、商品化までには大変な苦労があり、またある程度量をまとめなければならず、栽培を続けるのは難しいという話も聞いております。しかし、富山といえば薬というイメージもありますし、先日、県がブランドを進める芍薬の根が出荷されたというニュースもありました。 それでタイミングよくと言いますか、今朝の朝刊にも、これは北神田でございますが、薬草の里にしようという、そういう記事も載っておりました。そういった、えー、そういった取り組みがですね、えー、今朝の新聞は北神田でございますが、他の地区にも広がっていけばいいかなというふうにも思っております。で薬草は、頂上被害をあまり受けないというふうにも聞いておりますので、中産価値の活性化という面で、 今後、しっかりと研究していけば、えー、本当に親辺の特産になるのではないかなというふうな思いもございますので、えー、その薬草についての取り組みの見解をお聞きいたします産業建設部長、笹本克也君。はい、薬用植物の栽培についてのご質問です。薬薬などののの用植物の栽培につきましては県の 薬用植物指導センターの支援のもと、市内の中山間地の一部において、作付けが行われているところであります。え、芍薬については、4年に一度の収穫となるため、他の農産物に比べ、出荷までに時間を要し、定期的な収入確保において、不安定な側面もあることから、これらの課題解決に向けて、引き続き、 検討情報共有を行いながら支援してまいりたいと考えています。一番山田義昌君、はいありがとうございます。まあ今ほど言われましたように作るにあたっても、そして売るにあたっても本当に不安定な要素がいろいろございまして、えー、まあテストしながらやるというところもあろうかと思いますが、そのあたりの支援もしっかりとお願いして。えー 親べとしてこれだというような取り組みをお願いしたいと思います。まあ、それに関しましては、あの他の作物も一緒でして、えー、例えばこれまでハトムギ作ってきたけども、ちょっと過剰になったりとか、えー、キャベツもだんだん値段が下がっていくとか、えー、ごま作ってみたけど、なかなか管理が大変やとかあ、そういった、あ,あと、あのー、乾燥調整とか必要になったときの施設がないとか、えー やはり県あの富山県あの、園芸作物の,あの本当に取り組みが少ないふうに言われておりますが、なんとか、えー、少しずつその不安定な要素を取り除いて、えー、農業者がしっかりと腰を落ち着けて取り組んでいける、そういった農業になるように、また支援をお願いしたいというふうに思います。それでで最後にちちょょっと補足でございますがちょうど昨日 えー、南砺市の方で、えー、集落芸のに関する何か勉強会があったそうでそれがあのテーマが、えー「これからどうなる集落芸の考える時は今」というふうにまさしくあこうだなと思うようなタイトルで、えー、南砺市の方で昨日集落芸の再生熟というのは 1> 第1回目のキックオフが行われたということでございますので、まあ、そういった近隣のところの取り組みも参考にしていただきながら、えー、農業の担い手確保ということで、えー、取り組んでいただきたいと思います。えー、今日うはの、ほとんどの時間を農業の担い手の育成確保ということで、えー、質問させていただきましたが、本当に喫緊の課題だと思いますので、よろしくお願いします。でえー、重要なのは、いろんな関係機関、 農協でありますとか、農業委員会なり土地、えー、土地改良区でありますとか、いろんな関係機関が連携をして取り組むということになっておりますし、どこ読んでもそういうふうに書いてあるんですが、えー、じゃあ、誰がその中心になるかということになると、やっぱり市当局なのかなというふうに思います。で、取、えーまあ、りあ,あの市の職員だってあの限られた人数でございますし、えー、それぞれの地区に、えー やはり核になる人がいらっしゃると思いますので、本当に担い手をどうするかという問題をまず考えるときに、誰が中心にな,るかな,なって進めるのかなというところも重要かなと思いますので、地域の話し合いがしっかりとできるように、その地域の誰がいつやるのかというのところをしっかりとスケジュールを落とし込んで進めていただきたいというふうに思います。 えー、そういったことで、えー、計画が着実に実行されまして、えー、やっぱり担い手、ちゃんと育ってきたというふうな親父になればいいかなというふうに思っておりますので、えー、そういうことを願いまして、以上で私の質問を終わります。どううもありがとうございました